はい、皆さんこんにちは。佐賀キャッツでございます。3時もうすぐ20分でございますね。これは昨日見つけましたプレジデントオンラインですね。紙のプレジデント雑誌あるんですけどね、その12月15日号に出た記事らしくって、プレジデントオンラインというネットメディアに出ています。貼っときますね。はい、昔記事を書いたような覚えがあるんですけども、ここどうでしょう、何年もご無沙汰してますけどね、プレジデントオンライン。正直タワマンに住んでいる優越感はある、点点点。話題のタワマン文学はどこまで本当なのか、高級タワマンの住民たちに聞いた本音とは、という記事が出てます。東田俊介さん、ライター編集、ちょっと覚えがないですけど、お会いしたことあるかもしれませんね。もうね、もう十何年榊敦史やってるでしょ。要は不動産マンション系をやっておられる編集者記者って、なんか一通りお会いしてるような気しますね。でもあまりにも多くて何十人もいらっしゃるんですね。覚えてられへん、いちいち。何人も会うと思いますよ。2回会うと思いますよ。でも1回だけの人っていますからね。リードはこんな感じです。高級タワーマンションに住む人々の生活の悲哀を描き、 SNS で話題を呼んだタワーマン文学みたいですね。誰しもが羨むような学歴や職歴、生活を手にしていながらも自分の人生にどこか虚無を抱えている人々を描いている。そうなん？そんな世界は本当にあるのか、都市のタワマン居住者に真相の報道を聞いた。11月24日金曜発売って、昨日ですか？プレゼント。2023年12月15日号、おとといか。はい、新ニーサ、儲かる人と大損する人より記事の一部をお届けしますと。全部出したら紙の雑誌買うてくれへんもんね。こんなんやって一部読んだから、これあと全部読みたいから紙の雑誌買おうかって言ってる人おらへんと思うけど、まあええわ。改革校ですね。タワマンで子育てするようになって気づいたことがある。住んでいる回数、部屋の値段、夫の職業、年収、子供の成績、この建物では付き合いがある人たちの間でありとあらゆる情報が筒抜けとなり、比較の対象となるのだ。誰も思ってたって口には出さないが、誰が上で誰が下かという序列は明確にある。これはタワマン文学、息が詰まるようなこの場所で角川にある一節だ。はい、タワマンとは一般的には20階でもにゃにゃにゃとは、そこでは一つの建物の中に階級があり、それを物差しに見上げられたり 見下ろされたりする。おそらく多くの人にとっては非現実的な話だろう。だがこの作者は実際にタワマンに住んでいる医者の知人に取材し得た情報をつなぎ合わせて書いた側面もあるという。住んでないんですか、あの人。書いた人、タワマンクラスターのネタとして見分ける分には楽しいが、本気でそれを信じているのは残念なことだと思う。タワマンはただの住居だって、それ以上でもそれ以下でもない。盛り上がりを見せるタワマン文学にドライな反応を見せるのが、フリーで働くエンジニアの男性、43歳、都内中堅私大卒、年収2800万だ。渋谷駅近くにそびえ立つにゃにゃって、今以下ずっとですね、このいわゆるそのタワマンにそういうですね、しょうもないヒエラルキーがあるかないかという話が延々と続くんですけど、この辺でやめておきますね。いや、最近このタワマンのね、この手の話多いんですよ。やっぱりこう読む人が多いからね、メディアというのは読む人が多い記事を出したがるんですね。これはええ記事で読まれへんけども、いい記事やから出さなあかんとかで、そうないんですよ。基本的に PV を稼げるかどうかなんですね。まあそれが収益に直結しますからですね。そういう点においてタワマンというのはですね、かなりいいネタなんですよ。で、タワマンを褒めたたえるよりもですね、どっちかというとタワマンって実はこんなひどいとこやねんみたいな、でそこに住んでる人って実は不幸やねんみたいな、もうこれが効くんですよ。人の不幸は蜜の味って言いますでしょ。だからタワマンに住んでかっちょよく生きてるような感じの人がですね、実は内面不幸やったみたいな話が一番受けるわけです。だからこういうこう記事はですね、次から次へと出てくるわけです。
それがほんまか嘘かという論争をしているのはこの記事ですね。あのほんまか嘘かって言われたらほんまであり嘘であるんですよはっきり言って、現代社会ってね、ご近所付き合い基本ないんですよ。で、好きな人はやってもええよというのが今の東京の街やと思います。で、近所付き合い嫌やねんとか言う人がいますけども、いや、嫌やったらやらへんかったらいい、それだけの話ですよ。戸建てに住んだら近所付き合いあるからって嫌やんとかって言う人いますけど、私戸建てに住んでますけど近所付き合いしてませんよ顔合わせたらあーとかって挨拶はしますけど、それだけですよ。ほんならマンションに住んでても一緒でしょ、いや嫌やったらせえへんかったらええねん。町内会なんか入らんでし、そもそも町内会の活動自身がもうなくなってます、少なくともうちの近所は、だから別にどうでもいいわけですよ。ただタマンというのはめんどくさい、何がめんどくさいっていうか、そのヒエラルキーが分かってしまうんですね。どこに住んでるかによってですね、あの部屋いくらやねんって、俺の部屋いくらやって分かってしまうんですよ。誰でも分かるんですよ今、ね、ネットでもうそれをですね、いかに明確にするかでみんな競ってるわけですよ、各メディアは。アホくさと、各メディアとか各業者はというべきかな、アホくさと思うんですけど、でもそれは現実で、なんとかさんのなんとかさん、なんとかちゃんはなんとかさんの家はっていくらって見てみようと言ってやったらすぐに分かるわけです。あっちは7800円で、うち5000のあんな、あかんやんうちみたいな、そうなるわけですよ。それが一発で分かるのがタワマンですね。別にそんなんで、ね、僕らやったらね、もう物件さえ言ってくれればすぐ分かるんですよ。どんな物件でもいくらかいくらぐらいなって、まあ、それは僕ら業者に近い人間、業者あるいは業者に近い人間はすぐ分かります。でもタワマンの場合はもうですね、エンドさん、いわゆるエンドユーザーさんがですね、すぐ分かるという状況がタワマンだって。で、何よりもそれで調べんでもね、高い階に住んでる人の方が高いですよおいでね、そのね、なんていうか見栄っ張りが住んでるんですね、タワマンって。特に湾岸なんかはそうなんですけど、ここに出てくる渋谷とかっていうとね、ちょっと一皮向けてるんですね、湾岸とかに比べると。そうするとですね、そんなにこうしれっとしてる人が多く住んでるんで、思ってても口には出さない人が多いから。で、子育て組が少ないんですよ。で、湾岸とかはね、もう一生懸命ね、夫婦2人の収入を合わせて一生懸命ローン組んで住んでるという人が多いんですね。で、そうなるとですね、上下を気にしたりですね。で、子育てをしてるとね、ママ友グループできてしまうんですよ。どうしてもできるんですよ、これは。で、そこでですね、こう、そういう、こう、そもそもが見えっぱりでしょ、湾岸たまに住むのは。で、見えっぱりの上に他人が気になってしゃあないっていう人が多いからですね、それができてしまうんで、ある一面は、それはあるよということですね、真実であり。で、ある一面はですね、そんな気にせんかったらいいわけだって。湾岸のたまに住んでいてもですね、関係ないもん俺という人はですね、で、特に子供がいなければですね、全く関係なく住めるはずです。で、そんなんで、その、湾岸のタワマンって大体ラウンジとかあってですね、そこで酒飲んだらできるわけですよ。行かへんかったらええねん、そんな。で、共用してたんか使わへんかったらええねん。ほんと知り合いできないでしょ。ほんとはそれで過ごせるわけだって。そうやって知らんもん、そんなんって言うてる人いっぱいいますよ。で、タワマンって大体個数が多いから、一回理事やったら次の理事はほぼ回ってこないですよ。うん、そうするとですね、もう理事の時だけ付き合いで、はーいって出て、はい、賛成って言う時はいいわけであって、ですね、他は付き合わへんかったらいいわけですね。だから、ある一面は本当であって、ある一面は本当ではないというだけの話です。要は近所付き合いしなければいいわけであって。でも、ママ友の間はしゃあないですね。だいたい小学校までですね、中学校まで行ったらほぼ関係ないかなと。よっぽど子供同士が友達とかでない限りは関係ないと思いますね。ね、で、大体、中学校ってみんなね、私学に行かせますから。そうすると、近所の公立中学校で一緒に行ってるなんていうのは、ほぼあり得ないかもしれません。よっぽどですね、中学受験に失敗した組がお互いに傷を舐め合う仲が良くなるとかいうのはあるかもわかりませんけどね。ね、まあそんな具合でしてですね、まあタワマン文学もね、僕読んだことないですけどねアホらしい、時間の無駄です書評書けとか言って、いう仕事が来たら多分読むでしょうけども、そうでもない限りアホくて、大体書いてあることわかんもんほんまにまあということでございましてですね、タワマンもですね、タワマンに住んでですね、
優越感があるという人もですね、います。よかったやん、おめでとうさんって言わせてもらいますよ。はい。ということで、このですね、プレゼントオンラインのアドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。